はい、ということでめちゃめちゃねいいムービー、かっこいいムービーだったと思うんですけど、ムービーを見てて気になったことが一個あります。それがですね、このジュノンっていう村なんですけど、まあ、最初と行くとですね、まあ、寂れてるって言われるんですよね。でなんで寂れてるかっていうと、さっきのムービーに出てたんですけど、このジュノン軍事施設がこの村の上にあるから、この日がですね、日光が当たらなくて寂れているというね設定だったと思います。まあ海沿いにね作りたかったんだと思うんですけど、それだったらわざわざあそこに作らないでこの辺とかにね作ってもよかったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ジュノンねめっちゃかっこいいんだけど、なんであっちに作ったんだろう。こことかにね作っても別に海向けるし、まあ、なんだったらここでもいいし、他にもね作れるところたくさんあると思うんですけど、なぜかわざわざ最初から村があったところの上に作っている。向こう側とかでも、あ、でもあれはあそこあれか、山が邪魔なのかな。なぜかですね、この FF7 を、世界を牛耳っている神羅カンパニーは、善良な一般市民の上に立とうとすることをですね、よくやってると思います。で、個人的になんでこの村の上に町作ったかっていうのを考えたんですけど、まあ、その当時のプレジデント神羅、神羅カンパニー代表社長のおそらくこう思想なんじゃないかなと思います。まあ、世界をね、支配するという、まあ、目的等々いろいろあったと思うんですけど、確かですね、こう親父のやり方では金がかかりすぎるからなってルーファーズも言ってたと思うんですけど、まあ、結構そういうですね、お金をかけて権力をこう浸透させるっていうことをするためにわざわざこの村の上にこの施設を作ったんじゃないのかなと個人的には思いました。まあだとしてもこの嫌がらせのレベルはなかなかですね、まあ、こうパッと見あんま大きく見えないんですけど、まあ、かなり大きいですかね。これ本当に、まあ、ビルにしたら普通に40階建て50階建てぐらいは高さはねあるんじゃないかなと思います。はい、ということで FF7 をプレイしていて気になったことを今日ご紹介させていただきました。もしも何か気になることがあればぜひコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の実況動画でお会いしましょう。さようなら。